はい、ナオスーです。今回紹介するのはレゴスーパーマリオのマグナムキラーのぐるぐるチャレンジ71366です。部品の袋は2つでパーツは132個、そして連動アプリの説明書が1冊ついてます。ということで、組み立て方はいつものように連動アプリを使ってこんな感じで確認するか、レゴジャパンのホームページから確認することができます。それでは組み立てていきます。はい、完成です。キャラクターはヘイホー、そしてマグナムキラーの2種類です。ヘイホーです。下の方にベルトありますよね。それから仮面つけてますけど、仮面の紐みたいなやつもちゃんとついてます。この辺は細かくできてますよね。どちらもパーツで作ってますね。で、手なんですけど、こんな感じの手になってます。なので触るとこうやってプラ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 する感じになってますね。これなんか可愛いですよね。で、まあ、ちょっと工夫すれば何か持たせられるかなと思います。で、仮面ですけど、仮面の下はこんな感じで特に顔がついてるわけではありません。で、特殊パーツとしてはこのプリントパーツの仮面と足パーツ、そして後ろにカラーバーコードがありますので、この3つかなと思います。なのでうまくパーツを揃えることができれば色違いの兵法を作れるかなと思います。で、このセットではマリオで兵法を踏むと新しいセットを追加できます。ということで、トップ画面確認してみます。はい、これで追加することができました。マグナムキラーです。2つついてるんですけど、これ全く同じものが2つになってます。で、一応これマグナムキラーという名前なんですけど、マリオと比べるとこれくらいのサイズ感になりますんで、まあ、マグナムキラーというほどの大きさはないですよね。まあ、キラーの方がいいんじゃないかなと個人的には思いました。で、顔はプリントパーツになってます。この顔なかなか似てるんじゃないかなと思います。ちなみにこれこんな感じのパーツになってますんで、結構ね貴重なパーツじゃないかなと思います。ちなみにこれこうやってくるくる回すことが可能です。で、後ろの方はぼーっとね、燃えてるようなところを、再現してるんじゃないかなと思います。で、横から見た時にどうでしょうね、もう少しとんがっててもよかったんじゃないかなと個人的には思いました。それではその他のアイテムを確認していきます。まずはスーパーキノコです。これ以前に紹介したチョロプーチャレンジについてたスーパーキノコと全く同じ仕様になってます。右側がチョロプーチャレンジのスーパーキノコなんですけど、全く同じものになってるのがわかるんじゃないかなと思います。で、この間キノピオの時にも言いましたけど、傘がこんな感じでね、動かすことができるようになってて斜めになってますよね。これ内部はこんな感じになってまして、ここの部分で斜めを作ってます。これに傘をかぶせることで、斜めの状態を作ってます。これよくできてますよね。で、このスーパーキノコをマリオで踏むとこんな感じでキノコが表示されて音楽が鳴りますね。で、このキノコなんですけど、ずっと表示されてるんですけど、例えば立った状態でこんな風に倒したりすれば、消すことが可能です。
それからスーパーキノコですけど、まあどこに設置してもいいんですけど、デフォルトの状態ではこのブロックの上に置いてありました。まあこのブロック自体もいろんなところに置くことができますんで、自分の好きなところに置いてみて、いろんなレイアウトを試してみてはいかがかなと思います。で、同じように下に木がありますね。これも同じで、いろんなところに設置することができます。まあ、これがあるのとないのとではやっぱり雰囲気がだいぶ違うと思いますんで、まあ、こういうのがついてるのは嬉しいですよね。続いてさっきのマグナムキラーなんですけど、こんな感じで透明の竿の両端についてるような状態になってます。これどんな感じかというと、よいしょ、こんな感じのパーツにぶら下がってるような状態なんですよね。なのでこんな感じで、まあ、今回クリボーをつけてますけど、いろんなキャラクターをここにくっつけて遊ぶことができるようになってます。これいいですよね。まあ、別にマリオだけじゃなくても自分の好きなミニフィグとか、悪役とかをね、ぶら下げて遊んでもいいんじゃないかなと思います。飛行機とかでもいいかもしれないですね。これはいろいろ試せるんじゃないかなと思います。ちなみにマグナムキラーがついたパーツの真ん中部分、軸があるんですけど、その軸の下の土台のところに歯車があります。この歯車ごとマグナムキラーくるくる回る仕様になってます。で、その手前の部分にもうレゴマリオでおなじみですね、この間キノピコでも出てきました回転台がついてます。こうやって動かすことができるんですけど、キノピコのやつと違うのは、両サイドにさっきのこの土台についてたギアパーツ、歯車パーツがついてるんですよね。ということで、この回転台を回すと、さっきの土台の歯車とこんな感じでちょうど噛み合うようになります。なのでこのまま動かせば土台の歯車も一緒に回すことができるという仕様になってます。これなかなかよくできてますよね。さらに土台の歯車は結構簡単に回る仕様になってます。なのでこの回転台をちょっと動かすだけで、こんな感じでかなりのスピードで回すことが可能です。これ結構ポイントですね。ちなみに回転台の両サイドにはマリオを乗せるための台座があります。それぞれにカラーバーコードがついてるんですけど、こっちにはポッチがついてて、こっちにはポッチありません。なのでこっち側はマリオを乗せるとしっかりね固定することができるんですけど、こっちはマリオを乗せたとしても固定することができないですよね。ということで、まあポッチありとポッチなしでちょっと難易度に差が出てくると思います。この辺は難易度の調整に使えそうですね。ということで、マリオを使って試してみたいと思います。固定して、ゆっくり回しましょう。こんな感じですね。まあ、キラーに当たらないようにゆっくり調整しながら回すのがポイントじゃないかなと思います。これ当たりそうですよね。なのでちょっと戻してあげるとか、まあ、こうやって調整してあげればこんな風に避けることが可能です。あとはまあくる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 回せばいいかなという感じですね。回した分だけコインがゲットできる仕様になってますんで、スピードをつけたとしてもあんまり変わらないみたいです。なのでまあゆっくり丁寧に回してあげることの方が大事じゃないかなと思います。こんな感じですね。それではいつものようにスターターセットの土管とゴールを取り付けて、コイン獲得ゲームやっていきたいと思います。レイアウトは少し変更してます。では土管からスタートです。はい、制限時間はいつものように60秒ですね。やっていきましょう。今回キノコありますからね、しっかりゲットしていきたいと思います。では、ここにセットしてキラーから逃げていきましょう。さっきみたいにね、ゆっくりやっていけば多分大丈夫じゃないかなと思いますね。で、当たりそうになったら調整するというような感じでいいと思います。これもギリギリいけますね。はい、これが当たりそうなのでちょっと調整してあげます。こんな感じですかね。もう一回かな。よし、こんな感じでしょうか。はい、いい感じですね。このままうまいこと、逃げ続けたいですが、制限時間もどうかな。そろそろやばい感じがしますけど、どうでしょうか。今のところかなり順調にいってますよね。どうかな。おっと、制限時間あと15秒になりました。あと1周ぐらいしたいかな。よし、いきましたね。ではここで兵法を倒しておきましょう。よいしょ。はいはい、はい、そしてゴールです。はい、85枚、これは過去最高ですね。
はい、うん、やっぱりあのキラーのギミックが難しいので多分これ高めに設定してあると思いますね。なので、焦らないでゆっくり調整しながらやっていけばかなりのコインの枚数がゲットできるんじゃないかなと思います。多分ヘイホーは2回しか踏んでないと思いますんで、やっぱりキラーのところでかなりゲットできたんじゃないかなと思います。まあギミック自体はそんなにスピード感というものはね、ないんですけど、まあまあ楽しめるギミックじゃないかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。まあキラーのギミック結構ねコツをつかむまでが難しいんですけど、掴んでしまえば結構簡単にコイン大量にゲットできますんで、まあスピードはそんなないギミックですけどね、楽しめるギミックになってるんじゃないかなと思います。あとスーパーキノコついてますし、ヘイホーとキラーは多分このセットにしかついてないと思いますんで、キャラクター的にも満足できるんじゃないかなと思いました。このセットのパーツは132個です。以上、レゴスーパーマリオのマグナムキラーのぐるぐるチャレンジ71366を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。